そうですね。日本とかフランスで乗り物に乗るときに全然違うですから、今日は7つの違いをみんなに紹介したいと思います。カリブ海から来たフランス人のジョアン・カンです。このチャンネルではフランスと日本の違いについて話したり、フランス語も教えています。ぜひぜひ気になったら登録してください。それでは早速始めましょう。日本の改札はいつも改札の人がいますね。あの人はみんながチケットをちゃんと入れてる確認したり、あとは迷子になった人を手伝いますね。でもフランスの場合は改札の人はいつもいないんです。だから改札のところはみんなは時々チケットを払わずに通ります。ジャンプしたりとか、お金を払わなくても泥棒みたいに通ります。だからフランスの場合は改札はですね、鉄で作ってます。なんか鉄棒がありますということで、払わなかったらその鉄棒で人を止めます。でも日本の場合はあのドア門みたいがあるんですけど、これは通りやすくない？僕は一回僕のスイカになんかお金はなかったんですけど、それを気づかなかったです。だから普通に通りましたけれども、取ったら門が閉まっても僕は取りました。だから取ってから、ええなんでこんなに取りやすいな。だから戻ってチケットを払って、まあ、普通に取りましたが、本当になんか泥棒とかチケットを払いたくない人がいたら取るのは簡単すぎないって思いました。フランスの場合はチケットを払わなかったらその鉄棒で絶対止めます。だから泥棒を止まるため一番いいのはフランスの改札だと思いますが、情報とか案内してもらう場合は本当に日本のが楽ですね。改札の人がいつもいるですからね。これは本当にめんどくさいです、フランスでは。まあ日本では結構電車とかバスは時間通りに着きますね。まあ時々バスは遅れてしまうことがあるんですけれども、大体はみんなは時間を守ってますが、フランスの場合は電車ですね、よく遅れています。だから例えば遅れていたらボスに電車が遅れてしまいましたって言ってくれたら、よくボスはそれを分かってくれます。それは多いです。なんか普通です。だからなんかありえないことではないんです。でも日本の場合はあの電車が遅れてしまいましたって言ったら、えみんな、えあそうなんですか、えでもえなんか少しびっくりしますね。まあ日本でも遅れる場合もあるんですけれども、本当に少ないですから、まあ結構ねびっくりしますね、遅れていたら。だから僕はフランスに住んだ時に1本とか2本前の電車を乗りました。でも今日本では念のため1本前の電車を乗ります。電車に乗るときに順番を守ることは絶対日本の価値ですね。あのみんなはちゃんと並んで、で乗った人が電車に降りてからみんな乗りますね。なんかルールがありますね。でこんな風にみんな順番を守りますね。フランスの場合はですね、ドアが開けるときにみんな入る。でその同時に乗った人が降ります。だからよくぶつかりますね。乗った人が降りてから乗るルールはありますね、フランスで。でもみんなそれぞれです。守る人がいるんですけれども、ちゃんとそのルールを守ったら他の人が勝手に乗ったらなんかずるくない？あずるいなぁな感じですから、結局大体みんなは同時に乗ります。だからよく喧嘩がありますね、降りる人と乗る人は。なんかちょっと待ってください、俺を降りさせてくださいみたいな喧嘩ですね。でもユリはですね、あの先に席に座れます。まあいいことじゃないんですけれども、そのルールを守ったら、フランスではね、そのルールを守ったら、あとは電車に乗ったら、まあずっと立ちますので、座りたかったら特にラッシュアワーの時ですね、そのルールを破れないといけないんです。電車の中に車掌はいないんです。で、いる人は掃除しているとか運転者だけが通りますね。でも車掌は一回見たことはないんです。あ、多分新幹線の中でいるのかな。でもフランスでは偶然に車掌がいます。
で、その車掌は何の電車に乗るかみんなは分かってない。びっくりさせるためですね。で、急にその車掌が現れて、プレゼンテ moi votre ticket de transport っていうふうに言われたら、あのチケットはなかったら2つの場合にあります。優しく説明してくれたら、なんか急いで切符を買う時間はなかったんですから電車に乗ったんですけど、今買ってもいいんですか、優しく説明してくれたら、その車掌はまあ OKOK 言ったりで、普通の切符の値段を払いますが、他の場合はもしその車掌はあなたが明らかにチケットは払いたくないままで電車に乗ったことを分かっていたら、その2倍とか3倍高く払わせます。あとは電車の中のルールなんですけど、日本の場合は声を出さないようにみんな頑張っていますね。まあ時々ですね、中学生とか高校生とか若者はあの電車の中で普通に話していますね。でも話してもそんなにうるさくないんですね。フランスの場合はなんかルールはないんです。だからみんなは電車の中で食べています、電車の中で話しています、電車の中で電話をしています。僕にとってみんなが話していたらまあ普通にまあ構わないんですね。2人で乗ったら話したくなりますね。でも電話をするのは一番邪魔だなって思います。なんでかというと、電車の中にあんまり電波はないんですから、大きい声で話さなかったらなんか聞こえない、通じないんですね。だからこれは本当にめんどくさいなって思います。日本では見たことはあるんですけれども、本当に珍しいです。日本の電車にないことはですね、フランスの場合はある電車に例えば RER あ、バイオリンとかサックスとかアコーディオンとか、まあいろいろな楽器を弾いてくれる人がいます。で、大体その人たちは観光客のため伝統的な音楽を弾いてくれます。だからすごくなんかフランスな感じだなっていうふうに感じてます。僕にとっては初めて聞いた時にね、うるさいだなと思ってるんですけれども、隣に座っていた観光客を見たらアメリカ人だったんですけど、すごく嬉しいだなって見えてるんですから、まあもしその音楽は観光客にいい気持ちとかいい雰囲気を感じさせたらまあいいじゃないかなっていうふうに考えました。だからもしかしてそれはフランスの電車の特徴かなっていうふうに思ってます。日本の電車ではなんでそれはないんですか？フランスの場合ですね、自転車で乗ります。地下鉄の中ではないんですね。ある電車はその自転車を置く場所がありますとか、普通に広いところがあるんですから、あのみんなはあそこに自転車と一緒に立っています。だからそれは本当に楽ですね。もし駅から行くところまで結構距離があったら自転車があるから楽じゃないんですか？でも日本の場合ですね、あんまり乗れないんですから、まあ駅からバスとか歩いたりとかしかないんですね。で、一回は折りたたみ自転車と一緒に乗った人がいました。日本ではね、だから あこんな風にみんな乗りますね。でもそういう自転車を持たなかったら乗れないんですから、フランスの場合はそれは本当に楽です。どこでも行ける感じがしますので、いいじゃないかなっていう風に思ってます。みんなはこのビデオが楽しいなって思ったら、ぜひぜひ評価グッドボタンを押してください。そしてそういうビデオをたくさん作りますので、ぜひぜひビデオを見逃さないように登録してください。それではあ、ありがとう。